こんにちは。選挙のシーズンになると創価学会の方が公明党に投票しましょうというふうに進めてくると思いますけども、私ね、創価学会の方に対してはものすごくね敬意を抱いてるんですよ。ただ残念ながら公明党は最悪の政党だと思いますね。で、その一つの例が今回代表の誰ですか、これ山口那津男さんの、まあ一つのね言動に関して私深くね思うところがありますんで、ちょっと記事の方を読んで皆さんとね一緒に考えていこうと思います。はい、ご覧ください。人権弾圧、ジェノサイドっていうふうに国際的にも認定されているんですけども、こちらの方ね、なんとね日本だけが足並みを揃えずにもうこのスルーしてるというかね、その中でも公明党さんほどの政党がね、なんでこの人権弾圧、ジェノサイドに対して無視を決め込んでるのか、いわゆるね、黙認するんですよ。黙認する、こう書いてますよね。人権弾圧を黙認する公明党の罪、池田対策と州、これ何て書いてありますか、州なんとかの縁がそんなに大事かと書いてますよね。うん、4月6日、人権外交を超党派で考える議員連盟が発足した。ほう。新疆ウイグル自治区や香港では中国当局による弾圧が今も行われている。日本でも制裁の法整備が可能か、国会議員が超党派で議論するという、この議連と公明党の距離感が永田町で注目を集めているということで、人権問題ですとかね、福祉のことにとっても問題意識を持っている、まあ、公明党さんね、この公明党さんが先陣を切って問題にして改善に努めるのかなと思ったら、先陣を切って見て見ぬふりをしているというね、最悪の政党ですね。創価学会の皆さん、ここを支持するんですかね。この一件だけでも、いや、いろんな考え方があるからって言えないと思いますよ。いろんな考え方があって、ジェノサイドをいいんじゃないのっていう人が、創価学会の方の中にいるとは私は思えないんですけどね。で、記事はまだ続くんですよ。まあ、細かくは読みませんけども、皮肉なことにですよ。日本共産党が公明党を批判してるんですよ、人権の問題で。これ公明党さん大恥じゃないですか、これ大恥ですよ。だって中国共産党があるわけでしょ、日本共産党があるわけでしょ、その共産党が何公明党さんを批判してるんですよ。何なんですかこの関係は。ね、うん、そのジェノサイドを容認している、黙認している公明党。ね。そして、それを批判する共産党。何なんですか？今ね、皮肉にも、共産党さんが一番まともなことやってますよ。一番まともなこと言ってますよ。追及もかなり鋭い。ね。いいんじゃないですか？公明党さん何やってるんですか？もうね、自民党、もうね、公明党さんは連立じゃなくて全員自民党に鞍替えした方がいいんじゃないですか、これは。うん、だから公明党でいる価値はもうないですね。私それでもね、公明党さんに一路の望みを持ってはいたんですよ。でも今回どうですか、この山口代表がここまでしてることを、まあ黙認してることを公明党の皆さんも黙認しているというふうに外部の私からは捉えられます。いや、あのね、公明党さんに私ね、新人を勧められたり、新人っていうのじゃないですかね、創価学会に新人を勧められたりとかね、公明党さんを応援する、そういうふうな気持ちもないでもなかったんですよ。実際に公明党の議員さんとも何人かとお話してね、一人一人の、うん、お考え活動っていうのは本当にね、頭が下がるものばかりでした。しかしですね、局地戦でどうあっても対象がこれじゃね、やってられないですわ。うん、もう最悪だと思いますよ。自民党も弱者を救わないのなら、公明党は弱者を殲滅することに黙認しているというね。もう救われないですよ、これじゃ。ね。いや、それほどね、公明党さん、大した存在なんですかね。なんかこれでいいんですかね。山口代表が、こういうふうな態度に及んでいることは、メディアの偏向報道なんでしょうか。どうなんですかね。ちょっとその辺、私も聞いてみたいと思いますんで、今はこういう気持ちですけども、
や久保さん違うんだよこうなんだよってことがあったらぜひね教えていただきたいと思うんですよ、まあ、このままではね創価学会員さんの顔にも泥を塗りますし代表以外の公明党さん党員の方も甚だ不本意だと思うんですよ。そしてこの日本国内にねジェノサイドを容認する人がいると私ねとてもね思いたくないんですけどもね、いるんですかねやっぱりね。今私がジェノサイド容認派として真っ先に思い浮かぶのは公明党なんですよ。だから最悪の政党だと思いますよ。一人一人の命を大切にできずに何が党なんですか、何が政治団体なんですか。こういうことがね繰り返されていて私たちはまたね同じつてを踏もうとしてるんじゃないかなと。そこに巻き込まれるのはもうまっぴらごめんなんですよ。おい日本ってさ公明党がいるところでしょっていうふうに海外の友人に言われたくはないですね。いやあいつらは日本人とは違うよ、こういうふうな分断も起きかねないですよ。何なんですかねこの公明党、何なんですかねどれが本当の姿なんですか。山口夏夫代表のあの姿が本来の姿なんですかね、それとももう代表もそろそろ変わった方がいいってことなんですかね。いずれにしても私の考えでは公明党はもう終わったなと、人類の敵だなと思うばかりでございます。そうじゃないという意見も当然あると思いますんで、どうか私の誤解をですね諌めていただける人お待ちしております。私は十分聞く耳を持っておりますし、まあお前なんか別にどうでもいいよっていうふうに思われるかもしれませんけどもね、なんか分かることがあったら教えてくださる方がいれば助かります。私はね公明党さんであろうとも敵だとは思いたくないんですよね、なんか人類みんな同じ方向に舵を取れると思うんですよ。特にこういった危機の時代にはね、分断をして対立するべきではないと思うんですよ。今こそ一丸となって違う思想、あらゆる宗教、そして自分の信条をかなぐり捨てて、人類はこの最悪の状況にね最善を尽くすべきだと思うんですけどね、いかがでしょうか。それではちょっとだけコメントさんにお願いです。国民全員一律給付金、これ今こそ提言してくださいよ。10万円、ね、今やった方がいいですよ。前回のは分かりました。いつまでもあの時の栄光をね振りかざすもんではないと思います。むしろ安っぽいです。今やらないと、今ね、今麻生財務大臣自民党を解き伏せました。10万円一律給付決定しました、公明党のおかげです、胸を張って言ってください。今自民党に立てつけないんだったら公明党はもはやね、いらないですよね。以上です。